はい、こんにちは、ビッグボーイと。はい、こんにちは、のひです。はい、じゃあ、ペイデイ2パート2。そうだね。ちょっと前回からね、ちょっとレベルを上げて、マスクも変えたりしたりね。じゃあ僕、おマイク変えようかな。いや、もうバリエーションが豊富すぎねえか。そんなんでもないんだよ。で、まあ今回は何をするのかね。まあちょっと、今回はね、こう、何に向けな、かわいいので。いや、今回するってそういうことじゃなくて、今回はどんな強盗を。ああ、今回はまあ、ペイディといえば、銀行強盗ということで、はい、バンクヘイスト。OK。みんな大好き、銀行強盗をしようかなと。あ、で、インターフェースを多少日本語化したので、ちょっと見やすくなってるかな、僕の画面は。すごい。では、やっぱこのゲームといえば、はい、計画を立てるのが楽しいでしょうということで、はい、プリプランニングの、エンタープリプランニングで、マップが見えるんだよね。はい。僕はちょっとカスタムトラックを設定して、OK。僕は装備はね、カーフォーライフルに、スペックオプスサブマシンガン、サブマシンガン。これはガン、結構強い。ゲージブコンパックのやつかな。で、アモーバッグに、あとヘビーバリスティックベスト。もう完全に重火器装備。あ、今回はね。ほんで、このプレプランニングってので、はい。マップが見えます。なるほど。今日はこれでね、作戦を確認しようかと。作戦、金庫破壊プランとか、いろいろあるの。まあ、こんな感じで絵を描けるんです。ペイントツールみたいなやつです。コントロールを押しながらやることで。ああ、なるほど。できるんですけど。もうただの落書き帳じゃねえか。で、まあ。はいはい、まあ、僕の今回の作戦は、はい、プラン何ですか。作戦はここがメインエントランスです。はい、そうです。はい、こう入って、はい、警備員を殺します。はい、で金庫がここからここにあるので、はい、金庫開けてお金をもらって退散。はい終わり。もうめちゃくちゃだね。はい、行きますよ。というわけで行きます。 OK、 金庫を開けるために、あ、読ませてよ。あ、ごめん。ごめん、マジごめん。Okay. やっちゃった。Okay. ターマルドリルを回収しろ。まあ、ドリル開けるには普通のドリルじゃ足りなくて。はい。君、あれ、君どこ行った？あ、いてて。ああ、ちょっと待って。もうやっちゃっていいのかな、これは。ダメ。ダメ？ドリルがないとね。いや、まずね、まずやっぱ、位置を確認しないと。ドリルをどこに設置するか。まずは金庫の位置を確認します。はい。で、これが、なんちゃらドリル。あ、日本語字幕はちょっと不完全なので、そこのところはよろしくお願いします。どうするって？まあ、ドリルで金庫の穴を、金庫を開けましょうと。はい。僕もマスクしていいかな？いいよ、もう突撃するから。OK、Let's do this。というわけで。まあ、どうでもいいや。で、この辺になんか木戸の板とかがあるんだけど、これで、あ、ここにあるよ、ここに。あ、あったあった。この木の板で窓を防げます。窓を、そう。なんか某ゾンビゲーみたいにこう。窓を、ね。L4D か。よし。よし。お邪魔します。で、まあ、ここは監視カメラの場所です。はい、ここを制圧すればステルスできるんですが、まあ、今回は。こんな武器でステルスというのもアホですので。じゃあ僕はグレネードぶん投げますね。じゃあ行きまーす。よし、と。あ、そうだ、これ、民間人殺したらあかんや。あれ、これ、死体、どこが伏せろ。民間人はこうやって制圧します。あ、民間人殺しちゃった。あ、もういい。言いましょう、ありがとう。で、こうやってやって。待って、アモ、ここに置こう。アモ置きます。あ、いいね。はい。すごい、初心者にしてはなかなか、いい場所に。あ、そうですか？結構ね、こことここかね。個人的にはここの方がいいと思うけど、はいはいはい、こことここが、まあ、こもり場所と。で、あとは、ドリルが。ゲットダウン。さあ、警察が来ました。殺しますよ。はい。して。
さあ俺たちはこんなのに民間人殺してまででも金を稼ぐ。あ、パトカー来たよ。よし。あ、出て出て。あ、でバリケード作ろう。はい。このゲームはね、弾がね、なかなか重要なゲームでございますし。弾はもう置いてあるからね。回復箱はもう置いたかな、どっかに。あ、やべ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 。やばい、ヘッドショットができない。どっから来るかな。こう裏口から。まあまだまだね、まだそのアサルトじゃないんで、まだそんな いない。なんかペイデイってなんか BGM も結構凝った作りしてんのかな。そうだね、曲かっこいいよ。で曲が盛り上がりにつれて敵が多くなってくみたいな感じで。あ、はいはいはい。まあなんか曲が、あ、やばいなとか思ったりとか、敵の数が増えてきたなと思ったらラッシュで、裏口のね、道路の奥の方から3人ぐらい来てるね。警察でもまあ雑魚と思うかもしれませんが、ちょっとなかなかすごいマグナムの銃を持ってる人もいて、天井か、マシンピストにしようかな。いやいやいや、あ、中入ってった。アサルトもねえの。一人中入ってったかな。いやいやいや、弾を補給しとくかな、念のために。え、まだいいでしょ。まだいいか。それ一応パーセンテージなんだよね。さあ盛り上がって、何パーセントの弾薬回復できますと。あ、いやいやいや、盛り上がってまいりましたよ。来ました来ました。グレネード、どっち。あ、味方、そこ危ないかも。味方違う。来ました来ました来ました。はい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 。さあ、さて、あ、やばい、クローカークローカークローカー、どこだ。そっちから来てるかもしんない。さあ働け。動いてるクローカーなんか久しぶりに見た。なんか別ゲーのせいでエイブしちゃう癖がついてる。え、君なんか デュアルハンドガンみたいなの。そう。あ、いた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 、クローカーいた。オッケーオッケー。あ、倒した。オッケー。あれ、ね、中に敵来てる来てる来てる。で、こうやってジャムっちゃうんで、修理じゃあもう直します。直しますが、直してる間によく殺されることがあるんで、いいよ、ボあそこは味方に任せる。後ろ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 。あ、やばい、スナイパー。あ、スナイパー当たんない。誰か誰か、よろしく。え、敵が結構来てる。あ、スナイパーあそこにいるの。よし、倒した。あ、なんで俺こんな武器持ってんだ。リローディング。では AR に持ち替え。顔当たんない。やばいやばいやばい、全然ヘッドショット狙えない。あ、これちゃんとリロードしないとリロードできないね。ちゃんとリロードして。あ、まず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 。リロード。基本的にこのドリルを守る感じのゲームですね。OK、で裏口から、あ、待って、上から来てる。よしよし、アサルト終了。え、スナイパーがどっかにいるのかな。おお、痛い。逃げる。あ、スナイパーいた。はい、殺しました。あ、殺したかな。回復箱。回復は基本的に落ちてから使うもんです。え、死んでから使うもんです。死んでから使うの。そう、ダウン回数リセットできるんだよね。ああ、なるほど。じゃあペイデイニワコ、このゲームは結構死ぬの珍しくないんで。ペイデイニワコはね、とにかく
もう敵をで倒していくスタイルになっておりますので、ただまあ死ぬのが普通のスタイルなんですが、死ぬ場所にも場所がありまして、味方がいない場所で死んでしまうと、それは厳しいんじゃない？とてつもなく厳しくなります。あ、待って、敵がな来てるな、向こう側から。ちょっとジャムお願いします。ジャム、あ、オッケーオッケー、守ってね。まあ敵はいないでしょ。修理完了。さあ2回目のアサルト来ますよ。盛り上がってきた。あ、上だ、上だ、上上上、ルーフって言われました。上よろしく。いや、ちょっと敵強いから。あ、オッケー、相手よ。あ、めっちゃいる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 、やべやべ、死ぬ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 、頑張れ。死にかけた。これは回復キットですわ。まあいいでしょう。あっぶね。え、開きましたよ、ここ。え、さらにドリル。そう、さらにドリル。はい、 OK。 でこのゲームはまあ銀行強盗だけに早く終わらせないと敵が強くなっていくという。なるほど。だからこのどんだけこのドリルを待つ時間が重要なのか。さっきこの正面のところにクソミソって聞いて。仕方ない、このゲームはこういうゲーム。もうスワットもね、もうなんか、あ、待って、スナイパーがいるっぽいな。そう、勝ち組のはずのこのスワットという職業がとてつもなくブラックな。ドリルジャムったぞ。なるほど、直すわ。敵かな。あ、やべやべ、シャッカン撃たれた。再起動、頼みました。そしてスナイパー、やばい。よし、修理完了。ちょっとあれ狙える、あれ狙える、さすがに狙えないかもしれない。中にいて、中に敵がいるな。あれ、いない。ああ、ありがとう。ちょっと待って、屋上から狙えるかな。いや、もう倒した。 OK、行って、なんだ、あ、ショッカー、ショッカー、助けて、助けて。お、クロッカー、クロッカーか。あ、クロッカーだっけ。あべ、めっちゃ敵いる。味方頼んだ、助けて。助けて。あ、助かった。これが僕のインスパイアという技で、はい、遠距離からダウンを直せれるという。回復、回復2回目でございます。あ、3回目でございます。あ、ジャムった、ジャムった。3回死んだら終わりだから。オッケー。まあ、まだハートだから、そこまで重要なもんでもないけど。リロード。ああ。なんで俺こんな難しい武器使ってんだろう。ヘッド難しいね、これ。そう、でもね、これ、ほんとヘッド重要だから。できる限りヘッドを狙うと。初期武器ならない。そうだね、そうだね、ほんとヘッドショット狙わないと倒せないから。うお、ヘッド難しい。マシンピストルでヘッド難しいな、これ。直します。よし、弾が少なくなってきてるから弾補給。アモゲット、リローディング。まだまだお金には巡り合えないかな。一応弾薬を使う場合は弾薬数が多いっていうか、相談数が多いっていうのかな、総所持弾数が多い武器を使うといい。はい、パーセンテージなんで100発持てる武器の10発と10発持てる武器の1発って同じ価値なんで。なるほど。弾薬を使う場合は、弾薬箱を使う場合は、色によるね、青スワットがザコ、ちょっと黄色いのがちょっと強い。なんか今白かったと思うな。まあ基本的にヘッドショット。さあ、またアサルト来ますよ、アサルト。あ、現金 OK、 現金取ります。とりあえず好きなだけ取ると。
あれまだだった。あと10秒、あと10秒。 OK。 でもアサルト来ちゃったの。あ、木が取れた。よし、現金確保。金だ金だ。さあペイデーっぽくなってまいりました。さあ金を拾う。バーはね裏口から、オッケー、裏口に行けるから運搬していくわ。裏口のところに一旦貯めるか。やばいやばいやばい、投げちゃった。でよっ、裏口に貯めていくね。あ、オッケー。待って、窓に外いる、敵いる。でであ、中に敵いる。危ない、うわ、弾が全然当たんない。あ、マシンピストルはな、結構難しいからね、このゲームだと。弾薬がただなくなるだけの武器があるから、なかなかそう考えるとハンドガンも強いよ。なるほど。あ、テーザー今のキュイントとかテーザーで、テーザー、そう、あ、テーザーガンを持ってて、とてつもなく危ない。OK。 いてててててあと、あのお金の川は敵持ってっちゃう場合があるんで。あ、はいはいはい。よいしょ、さあ行くぜ。いや、ヘッド慣れてきたよ。いいねいいね。あ、危ない危ない。ゼロ距離アタック、よし。いて、いて、死ね。俺は痛いのが大好きだ。ド M かな。あー、痛い。いて、てリロード。あれ、こんな緑強かったっけ。じゃあとりあえず一応クリア規定満たすために1個だけ持ってっちゃう。オッケー。 あ、来た来た来た、そうだ、よし、じゃあ今だ。オッケー。ちょっと俺そっちに投げてっから。頼みました。待って待って、いる。持ってこう。ほい、こんでろこんでろ、当たんね。よいしょっと。さあ詰め込め。さあいいかな、もう。よし、全部取ったぞ。よし、撤収。さあ帰ろう。撤収。引き上げ。えい、オッケー。あ、おっと。え、なに？エスケープでございます。次の日。え、なに？まだあるの？あの、バンがたまに事故って、こんな感じで。え、あ、これは運が悪かったのじゃ。そうそうそう。かわいい、盛り上がるからいいじゃないですか。カーチェイス、バンク、ハイスト、キャッシュ。ハード。なんだこれは。こんな感じでバンが事故っちゃって。ああ、なるほど。で、一回そのこれを取っちゃいます。あ、やばい、ちょっと誰かスナイパー。一回カバーをね、そこに集めちゃいます。そっちのなんだっけ、ね、やばいな、ボキャブラリーが。いでいでいで、誰かスナイパーを。待てスナイパー。マシンピストルでスナイパー渡らん。AR 使おう、 AR AR 使おう。基本的にね、弾薬がね多いね、そっちを使った方がいい。セカンダリはなんか、セカンダリはなんて言うんだろう、一部の状況の時に使うみたいな。例えばマシンピストルの場合は敵がめっちゃ近くにいる時とかに連射したりとかする時に使って。はいはい。これはどうしたらいいのかな、このまま。とりあえずこれはバンが来るまで、バンっていうか新しい車が来るまで、車持つまで。あれ、今回なかなか前回と違って長いことになってるよ。いいねいいね。
まあ銀行ごとはね、ヘリがあと1分で着く。くれんけどくれ。待って、スナイパーがたくさんいる。スナイパーやった。案外当たるもんだな、このゲーム。本部銃とりあえずアモを設置、アモを設置しとくわ。まあここは長期になんないから。あと30秒。あ、ヘリが来てる。どこだヘリ。うわ、スナイパー、スナイパー。あれ、誰だお前。あ、来た、よし。じゃあそっちに向かって撤収だ。こっちだ、こっち。いてててててて。よし、じゃあ屋上までこのお金を持ってくぞ。屋上、待って、俺ここのドア開ける。あー、まだたくさんいる。いてててててて。あ、いた、オッケー。おい、ちょっとおい、ちょっとグレンジド。やばいやばい、スナイパースナイパースナイパー。あ、みかんじ殺しちゃった。みかんじはいいわ。じゃあちょっとそこ頼んだ。オッケー、バック。あ、やばい、やべ。あれ、逃走車両離脱まであと3分。あ、3分の間に全部の金を。やべえぞやべえぞ、はい、やべえぞやべえぞ。よし、やばい、スナイパー、スナイパーどこだ。いた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 。あー、スポットできない、ごめん。倒した倒した。あ、撤収だ、今度こそ。ん、待って、なんか持ってかれてるぞ、やばい。え、嘘。あ、本当だ、やめなさい、俺たちのお金だ。仕方ない、全部諦めよう。いや、全部持ってきて。お、さあ投げるんだ。もう一個上は任せろ。待て、やばい、スナイパーがやばい。あ、まだいる。あ、助けて。あ、待って、盾持ってる敵がいる。ん、盾は大丈夫だよ、そんなに近くない、近くない。いや、待って、強いやつがいる、強いやつがいる。いや、ま、じゃあ任せろ任せろ、俺。よし、倒した。盾持ち、ちょっとやばい、テーザーテーザー、やばいやばいやばい。よし、倒した盾持ちが。あれ、盾持ち殺しきれてなかった。盾持ち倒した倒した倒した。弾がない。いや、もうこの回収。はい、オッケー、もう一個回収。はい、はい、撤収撤収。来た来た、よしよしよし。いて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 。さあ、こっちだ、はい、こっちこっち、ここだここだ。はい、オッケー。ああ疲れた。楽しいね。なんで車が事故るかな。しかもね、3回に1回は事故るから。ケースは結構な頻度で事故るね。そう、アホだからな。$93,413 ゲット。美味しいね。何ができるか。だいたい900万円ぐらい。いや、1000万近いかな、ね、今だったら。そうや、今な、1000万。こっち落ち立てよ、落ち。オール電化の落ち立てて。いえ。そしてまたフェイデイ。今度は家具が欲しくなったからまたどっかちょっと行こうって。はい、じゃあ今回は
銀行強盗で。銀行強盗で車が事故ったからそこもやっていました。じゃあパート2ここまでで、はい。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。